はいどうも TQ です。今回は懺悔まくりやっていきたいと思います。すいません、今回で終わりです。まくりは本当に本当に本当に今回で終わり。やっていきましょう。動画自体はチーター視点の動画出したと思うんですけど、それを挟んで7回連続まくりです。マジですいません。素材がない、なんかね微妙な試合が多くて、まあマクリーとか使った試合は結構ええ試合が多かったんで、まあ、動画にしてるところです。ラインハルトとか、まあ、ジャンクラットとかファラとか、まあ、いろんな要望っていうかコメントでいただいてたんですけど、まあ、それもやっていくので、まあ任せてください。他にもね、なんかこれやってほしいなみたいな動画とかあったらぜひやっていくので、コメント欄にガシガシコメントしていただけたらと思います。ちょっとねルシオだけは勘弁してほしい。ルシオとドゥームフィスト、あと何やろな、らへんはちょっと勘弁してほしいです。すいません。まあやってみるけどね、やってみるんですけど、まあ書いていただければと思います。でこれマップジャンカータウンですね。でマクリやっていくわけなんですけど、まあ、とりあえず味方がルシオモイラで永久にちょっとヒールがね来ないもんで来ないもんで、まあ、ヒール要請を結構してしまってるところではあります。まあ、けえへんときはヒール要請した方がね味方にも分かりやすいんで、トロールとかやったらヒールせえへん人もおるかもしらへんけど、まあ、普通にやってる面では、まあ、ヒールしてくれるんで、まあ、要請はしていかなあかんのかなと思います。ここ3枚抜くんですけど死んじゃいましたね。まあ3枚抜いて大丈夫かなと思っておりましたが無理でした。まあそういう時もありますよね。でこの試合に関してはレートが、部屋の平均レートが3100ぐらいやったかな。でマスターが1人で、でプラチナの人が3人追って、あとはダイヤみたいな、相手は全員ダイヤみたいな、そういうこうブリザードの調整みたいなのも結構ありますよね最近は。はい、でここデッドアイ打っていきます。シャターがええ感じに決まってハモンドはやることができましたね。で上から火力をガシガシ出していきたいんですが、ちょっとアナのヒールが手厚くてやれそうにないですね。でロードホックのフックも注意しないといけないんで、まあ、上は死守したいところであります。アナ味方変えてるんでアナのヒール欲しかったんですけど、ちょっとどうやろうって感じですね。ここハモンド来てるんでハモンド打っていくんですが、ちょっと厳しそう。はい、第2チェックポイントも取られまして第3です。まあ、防衛から始まってるんでね、防衛はあっさりと取られるっていう事実だけ先言っておきましょう。ハモンドゴロゴロしてますが、このハモンドはやります。モイラがやられてしまって、アナもやられてしまってるんで、ヒールが、ヒーラーがいない状態ですね。なんでちょっと隠れます。ここ体力ヘルス5なんで、まあ隠れてヒールしてほしいなと。まあ、そう集合を言うてるんですけど、そっち行ったらなんかソルジャーに撃たれてなんか死ぬ気がしたんですよね。ヘルス号とかソルジャーからしたらまずかすったぐらいで死ぬからちょっと怖かったんですよね。でグループアップできたなと思ったらソンブラ死んでしまって、俺の目が開いて撃ってきてます。またヘルス2になってしまって、アナにヘルス求めようと思ったらそのまま死んじゃいましたと。はい、攻撃ですね。こっからです。進められた分は進め返したらいいとお母さんが言ってましたね。ここ砂マップなんですが、結構ウィドウとか半蔵が出てきたらきついんですけど、まあ、ウィドウかな、一番きついのはウィドウが出てきたらきついんですけど、相手にウィドウがいなさそうなんでラッキーですね。こっちはウィドウメーカーいるんですけど、半蔵に、抜かれてるような状況です。後ろにウィンストンが飛んでいきましたね。多分味方のウィドウを狙っているんですが、ウィンストンがまたこっち飛んできた時に、やるとしましょう。ソルジャーなんか裏いますね。2発あと3発4発ソルジャーやりますんで、ゼニアッタもいるんでゼニアッタもやっていくと。まあここ2枚取ってるんでわりかしいけるんちゃうかなと思います。裏にウィンストンの声がしてるんで、ウィンストンも頭一発フラバンから頭でウィンストンもやると。でまたここ体力15なんで、ちょっとヒールが欲しい、ちょっとだけヒールが欲しかったんで、このオリーサのなけなしの盾のところに隠れております。ソルジャーがね上からちょっと覗いてたんで全く出ることができなかったですね。はい、でソルジャーが、下に降りてくるのを見つつ、これはギリギリやれなかった。エイムの精度がここで出たか。あのソルジャーをやってこそグラマスの道が開けると思ってるんですよね。でここデッドアイ溜まってるんで、デッドアイで何枚かやりたいところではございます。もうあの時のように死んだりはせぬ。
お兄さん盾張ってくれたんで、このままデッドアイぶち込みます。なんか出てけえへんかなと思ってるんですが、穴がピョコン出てきたんで穴をやります。そのまま上取って、上から火力出していこうかなと考えているところでございます。相手ゼニアッタも死にましたね。ドロップザビートはなくなったんですが、そのまま半蔵をやれそう、やれませんでしたが、ペイロードは進みそうですね。うん、残り4分30秒ということで、めちゃくちゃ時間余ってるんで、まあノンストップでこのまま進んでおります。第3チェックポイント入った瞬間にウィドウメーカーがソルジャー抜いてくれたんで、ここラッキーですね。こう顔出したらマジ怖いんですけど、いいっすね。ロードホックが体力のヘルスのお弁当箱を飲んだ瞬間にフラッシュマン当てると、それがキャンセルされるんで、結構ロードホックは解けやすいです、その点は。でモイラがコアレッセンスでゴリゴリ押していって、まあピックは取ってますね。ほんでまたウィドウメーカーがソルジャー抜いてくれてると。でこの時に高台取って、うお穴も抜いてますね。このウィドウなかなかやりますね。上から火力を出していきたい。半蔵が上から行ってるんですけど、またウィドウメーカーが仕留めてくれましたね。一発当てたんですけど、うちで死にましたね。ゼニアッタに結構被弾させられたんで、モイラの回復弾投げてほしいところではありますが、ちょっと厳しそうなのかな。厳しいから前出てフラッシュバンだけ投げようと思います。死にそう、死んじゃいましたね。うんうん。でこれ上から行きます。ここから登れることは結構豆知識っていうか、知らん人もまあそこそこいるんじゃないかなと思うので動画としております。で相手バステオいるんですけど、ピックは取ってますね。オリーサで徐々に徐々に前詰めしていくところでございます。相手ラインハルトにナノブかかりまして、ちょっと撃つんですけど溶けそうにないんで、ザリアを先溶かしますと。でペイロード先進めといて、バスティオンをやりたかったんですけど、ここは溶けないですね。アナモイラがやってくれて、そのままラインハルトの縦割りに入ります。でここでラインハルト縦割りガシガシガシしていって、もう割れそうにないんで、もうウルトもキャンセルしちゃって縦割りに使っちゃいましょう。バスティオン溶けそう、溶けそう、溶けそうだったんですが、ゼニアッタの交際で守られた感がありますね。でまた上登ろうかなと思ったんですけど、結構下から行ってるんで、もう一回下から行きます。縦割りまた最初からですね、縦割りバチバチしていきますが、相手のシャッターの前に、こっちはゼニアッタとザリアのピック取ってるんで、割りかし行けそう。そのまま押していこし、押し押し押し、そのまま押して、死と引き換えにペイロードを進むことができましたね。マクリあんな前出てきたら怖いやろ、相手も。でこいつなんでこんな前来んのみたいななってると思うんで、ペイロード進みましたね、しっかり。で延長戦攻撃になります。延長戦の攻撃はもう火力出すことだけですね。正直高台にあんまり相手見てこないんで、高台からずーっと火力を出してます。結構高台って見られることが多いんですけど、見られてない時はまあ上に取って普通にバシバシ打ってれば敵はすごい嫌がると思うんで、まあ、嫌がることをやっていった方がいいですね。言い忘れてましたが、こっちの構成はバスティオンです。相手のザレのビーム ADADAD で避けまくって、フラバン入れてロードホックが最後やってくれましたね。意外とめっちゃこう体力じゃなくてパワー溜まってへんザリアが来た時に ADAD を続けてたら当たれへんっていうのが結構あるので、まあボム打ってくるザリアやったら意味ないんですけど、まあレベル高いザリアとかやったら意味ないんですけど、意外と避けてバリア使わしといて、そこからフラッシュバンで仕留めるみたいなこともできるんで、ここはもう小技みたいになってきますよね。はい、で残り30秒でこの上になんかいるんですが、上なんやろうって感じで、後ろからハンマーダウン来ましたが、火力で溶けそうな感じですね。後ろにロードホックいるんですが、ここをリーサバリアでしっかり守ってくれてます。その間に味方のホックとバスティオン4枚取ってくれて、後ろにホックいるんでホックだけやりますと。でここで、チームキルですね、第2チェックポイントまで進めれそうな感じです。はい、次第3オーバータイムになってます。高台からデッドアイ決めようと思ってたんですが、一発食らったんで一旦引きます。でウルトの応酬でゴリゴリなってるんですが、まあとりあえず後ろから思たらやで、思たらやったっすね。まあ自分が入ってても死んでたんですが、もうちょっとデッドアイを早めに、打ちたかったな。はい、延長戦でございます。延長戦は防衛から、攻撃は第2チェックポイント過ぎたあたりで止まって、防衛ですね、そこで止めれば勝ちというような状況でございます。時間は2分半くらいあるんで、まあここでだいぶ止めないとあかんのよね。
ラインハルト溶けたんで結構ラッキーなんですが、バスティホンとオリーサそのままやられてしまう。オリーサの盾がなくなったんでやられちゃいましたね。というか引くべきでしたね、あそこは。でゲンジ来てるんで自分もやられそう。危ねえ。で高台取って後ろから陰キャ、陰キャフラッシュ版ファニングします。後ろに誰もいないことを確認して半沿い狙いを定め、フラッシュ版ファニング1枚取っていく、取っていく。で穴を狙ってます。で、味方のロードホックも燃えでやってくれたんで、まあ、相手2枚取られてる状況になってるので、ここは若干引くしかない感じですよね。バスティオン帰ってきてるんでね。はい、いけましたね。まあ必殺やからね、あの後ろから忍び寄る感じがね。でアナはここヘッドショットでやることをできまして、そのまま守るソース危ね、半蔵の電光石火溶かされそうになりましたが、ここは時間結構使えてます。なんかモイラ死んじゃいましたけど、残り1分半ですね。また後ろからピック取れたら、モイラ一発やれたんでかい。半蔵もやりまして、味方のロードオークはゲンジもやってくれてると。ここいけましたね。前の方でバスティオンが火力出してくれてる間に、後ろでちょいちょいっと1キル2キル取ってれば、まあ、守れるんかなと思ってます。ゲンジがナノブーストかかってるんですが、ここ冷静に溶かしていきましたね味方。そしてシャターからのグラビトンサージでモイラは死んじゃいましたが、バスティオンがゴリゴリやってくれてます。防衛バスってあんまないんですけど、なんか龍が我が敵言うてましたね。なんかね、ウルトのタイミングがこの試合全員おかしかったんですよね、自分含めて。意味わからん試合だったんですけど、とりあえずキルどんだけ取るかみたいな。龍神剣でバスティオン切られましたが、ゲンジやりつつ半蔵に最後電光石火当てられて詰みましたね。でオーバータイムで入っていくんですが、ザリアやれそう、ゲンジもやれそう。ゲンジフラバンからの頭当てて、バスティオンのウルトで穴をやってくれましたね。半蔵やればって感じで半蔵頭でやっていって、あとハモンド、ハモンド、うん、やられちゃいましたが、ここはギリギリみんな帰ってきてるんで、ハモンドにブープかましてオーバータイムで終了。いやー、この試合めちゃめちゃ疲れましたね。まあ、POTG もなんか即抜けしたんで取ってなかったんですが、46キル6デスの1万7000ダメージという感じになりました。まあ今日でマクリの動画は一旦終わりなので、まあ明日から違うヒーローとかやっていけたらなと思います。ということで、この動画良かったと思いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。